メロはアメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名はスペイン語でマハタ族を中心とした裸の大型魚の総称を意味する。ジャイアントグルーパーレッドグルーパーメロは1944年7月22日にウィスコンシン州マニトワックのマニトワックズ王船で寄港した。1945年1月17日にヘンリー・ジー・テイラー夫人によって命名。 浸水し、1945年8月17日に、艦長ジョン・エイチターナー中佐の指揮下収益する。マニートワークで建造された最後の潜水艦であった、メロは8月25日に、成長のためめし頑固に向けて出港する。9月6日から11月17日まで、五大湖を巡航し、デトロイト、クリーブランド、シカゴといった、いくつかの港を訪問した。 11月2日から9日にかけて、ウキドックに収められ、ミシシッピ川を下ったメロは29日に、ニューオーリンズに到着、12月6日に、パナマ運河地帯へ向けて出港した。同地で1ヶ月間の訓練を行い、1946年1月19日に、真珠湾に向けて出港する。メロは2月5日に、真珠湾に到着し、作戦活動に従事した。 2月22日に西海岸に向けて出港し、3月1日にサンフランシスコ湾に到着、不活性化に備えたオーバーホールが行われ、3月14日にメアアイランドに向けて出港、第19艦隊に合流し、1946年6月15日に退役した。太平洋予備役艦隊入りし、1960年4月20日にトルコに 対応されるまで、メアアイランドで経流された。メロは1960年にフリート種のおける改修が行われた。1960年4月20日に、相互防衛援助計画のもとのトルコ海軍へ対応される。トルコ海軍では、フズルレースと改名された。サンフランシスコを出港したフズルレースは1960年8月23日にトルコ海軍で収益した。 1973年8月1日にヒツレースは正式にトルコに売却されアメリカ海軍から除籍された。その後1977年にトルコ海軍で廃棄され予備部品として使用された。ありがとうございます。